よいしょよいしょ。どうも皆さんこんにちは、タイタソです。はい、いやね、今日農作業してたんです。でちょっと宅急便が来て、え、なんか注文したっけと思ったら、なんとですね、実はこちらが送られてきました。じゃばーん、発泡スチロール箱。これわかりますか？ちょっと見えるかしら。これは東京にある昆虫ショップの樹液酒場さんからお届け物をいただきました。ありがとうございます。中身バレバレなんですけどウケるよねこっちは与えたそう、びっくりマークってそうです、樹液酒場の店長の青木さんからですね、実はコツヤクワガタをいただきました。というのも、前回私コツヤの産卵セットを産卵させること成功みたいな動画を上げたんですけど、まだ中身は暴いてなくて、で幼虫が出てるかもまだ分かんない状態です。いや現在ね、この動画を撮ってる現在はそんな感じなんですけど、そう、青木さんからコツヤのオス生きてるんだったらぜひともメスをということで、実はうちのオスここにいるんですけど超元気なんですよ。ワイルドだったんですけど、購入したのは3月ぐらいだったんですが、まあ元気に、はい、青木さんの方では実はブリードがもう大々大成功してて、もう類代も F2 まで来てるということで、送っていただきました。はい、ほんでちょっと中身をまず見ていきましょう。はい、では見ていきたいと思います。オープン、じゃん。いや、すごい丁寧に梱包していただいて、実はちょっと一旦開けちゃったんですけど、もう暑いのでね、これ用のさ、ちゃんとこれちゃんと凍らせたやつも入れてくれました。ありがたし、ありがたし。でね、ちょっとびっくりなんですけど、これです。はい、ラインナップ、これコツヤクワガタ F2 の個体ですね。2メス送っていただきました。ここにもう1メス入ってるんですけど、これね、ちょっと外の音うるさくてすいません。はい、これコツヤのメスですね。 F2 まで来るとやっぱり大きいかな、やっぱ立派ですね、メス。これ2メスいただきました。ありがたしい。やっぱ綺麗ですね、コツヤ。で、2メスいただいたので、早速ちょっとこのオスとこうブリードしたいと思ってます。まあ、産卵セットにオスメスどっちもね、ぶち込む形でいいっては言われて、前回のコツヤの産卵セットを暴くやつはちょっとね、公表できなかったものを混ぜて産ませたんですけど、実は青木さんの方でもうコツヤクワガタなんかすごい取れてて、ルイダーもまあちゃんと成功してるっていうことなので、ブリーダーも確立されてるわけです。で、何で産ませたかっていうと、これ青木さんの方で配合して作っているというされている、初めて使うんですけど、樹液酒場でしか売ってないミラクルマット、はい、こちらです。はい、インビタリスコツヤ茶色マルバネとかに使える実績があるマットで、こちらね、2袋もね送っていただいたんです。ありがとうございます。ということで、こちらでね、クリアスライダー、このクリアスライダーで組めるということだったので、こちらで2メス使って、まあ2つですね、このケース2つ使って組んでいきたいと思います。まずね、そしてこれよこちらなんですけど、じゃじゃーん、これ青木さんからいただいた T シャツなんですよ。樹液酒場オリジナル T シャツ M サイズですね。ということで、ちょっとこれです、青木さんから送っていただいたやつ。はい、
ふわばか、64ザ・スタックビートル・フールズ、虫か、64じゃなくて虫か、クワバカ T シャツ、ではちょっと早速着させていただこうかと思います。これ着て、ちょっと作業しようかな、サウナーセットの。ではせーの、はい、どうですか、よくない、かわいい、じゃーん。なんか自分で言うなって、かわいらしい、かわいらしいですね。いや、なんかオレンジ色、私今年トレンドなんで、めっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。ではこれを組んで、早速サウナセット組んでいく。ほら、ちょっと交尾がもう始まってますね。早速ですよ、まあ、2メスいるんで、はい、もう1匹終わればね、もう2メスいるんで、もう1匹いる方もそのままサウナーセットに一緒にぶち込めるんで、この子はもうこうかかってることを確認してって感じですね。いいですね。はい、ではこちらクリアスライダー、小さいやつで、青木さんから事前にアドバイスをいただいていまして、本当にこのミラクルマットをこのまま加水せずに入れて詰めて、上を霧吹きでちょっと湿らせるだけでいいということだったので、その通りにやっていきたいと思います。ちょっとマットの量が足りない場合は N マットを、はい、使ってちょっと混ぜ物してかさ増ししてっていうことでした。で入れます。おお、すごい、初めてだな。あ、ミラクルマット触った感触もギュッとするとこんな感じ、こう本当に固く締まる、ホロホロとかサラサラとかじゃなくて、粘土質っぽいその感じになるな。匂いはよくわかんないですけど、よく待って、匂いはマットです。ちょっと足りないかな、でもそんなにギュッギュッって確か押さなくてよかったから、前回これでまあ産むとは思うから、こうこれでもう完成ですね。早っ。で霧吹きで上の方ちょっと湿らせて、はい、はい、完成。早っ。これめちゃめちゃ交尾中なんだよね。ちょっと後で入れますね。はい、ということで、コツヤクワガタのですね、サンラセットを組んでいく動画でした。あっという間に終わってしもたって感じですけれども、いろいろね、また樹液酒場に行って青木さんに話を聞けたらと思っております。はい、本当に樹液酒場の青木さん、ありがとうございます。たくさん産ませてみたい、そう思います。ミラクルマットとかのね、本当にお問い合わせ先とかは、樹液酒場さん、ぜひともですね、お問い合わせいただければと思います。概要の方にもホームページのリンク貼っとこうと思います。はい、ということで、私もクワバカの一員ということでよろしいでしょうか。いいのかな、私クワバカなのかな、どうなんだろうな、なんつってへへへへつって。ではですね、コツヤのその後、秘伝の土で試した方も幼虫がもうちょっとしたら見えてくると思うので、近々それも、暴いてみたいと思います。経過の方お楽しみ、チャンネル登録、高評価、そしてコメント、ぜひよろしくお願いいたします。全力で待ってます。では次の動画でお会いしましょう。常夏バイチャ。
り